おはようございます。関東卍会の佐野万次郎です。もう声がガラガラ、寝て起きたら声がガラガラになってしまってですね、今こんな感じです。今ですね、新宿歌舞伎町の歌舞伎町から撮ってですね、新宿7丁目にいます。ここはね、見取り図があってですね、今ね、現在地東新宿駅にいます。ここね、んで、まあ、ここは歌舞伎町ですね、2丁目があってですね、1丁目が、ゴジラとかの1丁目ね、2丁目とかの風林会館があるところで、区役所、僕がいつも行ってる稲荷教授ね、ここね、ここにいますね。で、ここが今撮ってるのが、なんだろう、なんだろう、食安通りって言います。で、この縦の風林会館があるところが区役所通り、で、間に繋いでるのがこう文化センター通りがあって、多分向こうに靖国通りだったっけ、なんか、なんとか通りがあった、なかったですね。まあ、これがね、地図のレイアウトですわ。ね、で、まあ、歌舞伎町が出たところにちょっとマクドナルドだってね、ここを結構、ね、僕使ってましたね。まあ、今、新宿7丁目です。おじさんいました。おはようございます、いました。こんなね、こんなリゾートみたいな、これ泊まるところもあるみたいですね。これはね、南でもあった。今日は月曜日の朝なんでね、まあ、あんまりブルーマンデーと思いますけどね。まあ、無理せずに頑張って働いてください。頑張って学校行ってください。以上、関東卍会首領、佐野万次郎でした。酔ってるやついる？いねえよな。